ほーれ、餌だぞ、クラッシャー加藤。ビデリデリデリ、そう、つっつくなよ。まったくしょうがねえな。ラク様、楽しそうなところを申し訳ないのですが、その鶏、絶対本気でつっついているかと。うん、知ってる。あんまりこいつらに好かれてねえの、俺もわかってるから。っていうか、本当に飼育係の仕事を手伝ってもらっていいのか。今日は千棘も小野寺も来られないから一緒にやってくれるのは助かるけど、お前確か動物苦手だったろ。大丈夫ですよ、前にも一度お手伝いしたことありますし、それにこんなチャンスなかなかありませんから。チャンス？ラク様と二人になれる大チャンスです。実はもう踊り出したいくらいの気分ですわ。そうか。少し顔が赤いですよ。ラク様も意識はしてくれるんですね。うるさい。いいから早く終わらせるぞ。はい、私にお任せ。あのラク様、こちらの皆さんいつもこんなにたけだけしくいらっしゃいましたっけ。そうだな、今日は立花がいる分多少そわそわしてる気もするけど、まあ大体こんなもんだな。そうですか。割と好戦的ですわね。怖かったら無理しなくていいぞ。見くびらないでくださいな。この方々もラク様にとって家族同然ならば、私にとっても大切な家族。家族が怖いなんてことはありません。さあ皆さん、私に飼育されなさい。元気があって大変よろしいですわ。橘、笑顔が引きつってるし足も震えてるぞ。大丈夫か。もちの論ですわ。ではラク様、私お水を汲んでまいりますね。ああよろしく頼む。ついでにちょっと休憩してこい。はい、それでは少しだけお言葉に甘えさせていただきますわね。ではったく、無茶しやがって。まあそういうな、けなげな娘ではないか。確かにおかげで今日は助かったけどな。って、おたま、なんでこんなところに。おむ、良き線香を目指すためにもテレビばかり見ていてはいかんと思っての。良き線香、なんだそれ。ああ気にするな、こっちの話じゃ。ともかく家にこもってばかりではいかんと思うての。社会見学というものをしに来たのじゃ。偉いじゃろう。頼むからうちでおとなしくしててくれよ。良いではないか、誰に迷惑がかかるでもなし。お主タークンと申すか。え、お前動物が何言ってるのか分かんのか。当たり前じゃ、お主分からんで飼育などしとるのか。へえ、そりゃすげえや。やっぱお前妖怪なんだな。じゃあさ、ここの生活に満足かとか、してほしいことはないかとか聞いてもらえるか。あ、
いや、やっぱいいかも。ちょっと不安になってきた。小心者め。構わぬよ。いなり寿司一個につき質問一つ聞いてやろう。現金だな。まあいいや、なんて言われるかちょっと怖いけど、とりあえずここの生活に満足か聞いてもらえるか。はい、わかった。シャーシャー。なんだって。シャーシャー、ふしゃ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 シャー、もひー、シャ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 。おい、何お前ヒートアップしてんの。こやつ、わらわをただの子供と思ってバカにしておる。貴様もか。生意気な動物どもじゃ、わらわの力を思い知らせてくれる。え、ああ、こら、あんまりそいつらに近づくな、危ねえぞ。妖怪であるわらわが動物ごときに怯えるものか。ラクはそこで見ておれ。わらわのかっこいい姿、とくと見せてやるぞ。行くぞ、チエーイ。うやー、これ、何をする。耳よかもな。うわー、足に巻きつくでない。わっ、うやー。ああ、言わんこっちゃない。こやつら、完全にわらわを舐めておる。このアホ、まぬけ、おたんこだす。うお、なんだ。うるせえ、頭がガチ割れそうだ。お前ら待て、勝手に小屋から出るな。つうか、なんで鍵開けられるの。待て、大変だ。おお、どうやらわらわの力に恐れをなしてみんな逃げてしまったようじゃの。やはりわらわは偉大な妖狐じゃ。偉そうに胸を張ってる場合か。早くみんなを連れ戻さないと大騒ぎになっちまう。お前も手伝え、おたま。お、そろそろ夕方のアニメが始まる時間じゃ。わらわは帰るぞ。じゃ、ではな、ラク、今日の夕飯も楽しみにしておるからの。おたま、くそ、なんて迷惑なやつなんだ。稲荷に唐辛子仕込むぞ、この野郎。しかしこの状況、俺一人でどうにかするしかねえのか。ラク様。おお、橘、いいところに。今、動物たちの尋常ならざる叫びが聞こえたのですけど。大変、檻が全部もぬけの殻ではないですか。そうなんだ、悪いが即刻回収を手伝ってくれ。え、あんな荒ぶる動物たちを私がですか。頼む、俺の力になってくれ。お前だけが頼りなんだ。うわ、なんて力強い視線。その澄んだ瞳につい引き込まれてしまいそう。そんな目で見つめられたら、私。こっちは結構必死なだけなんだが。わかりましたわ、この橘マリカ。
ラク様のために全力を尽くします。見つけたぞ、エーデルワイス桜子。俺を見た途端に逃げ出しやがった。ちょっとへこむぜ。ラク様、ここは私にお任せください。気をつけろ、エーデルワイス桜子はどんな隙間にも入り込むからな。そーっと近寄らないと逃げられちまうぞ。私とラク様の愛に隙なんてありませんわ。何の話だよ。今ですわ、桜子さん、おとなしくお縄につきなさーい。お、うまい。なんで鶏がこんなところに。クラッシャー加藤、落ち着け、俺だ。闘争心丸出しかよ。私が参りましょう。すまん、橘、任せた。ラク様のためなら何だってしますわ。それすげえな、橘、どんどん捕まえちまって。ふっふっふん、見直しまして。ああ、見直したぜ。さすがは無敵の特攻力。何匹ですか。次で最後の一匹だ。ほら、木の裏に隠れてるだろ。ここからではよく姿が見えませんわね。ですが、ここも私があっという間に捕まえてみせますわ。大丈夫か。俺が言うのもなんだが、最後の相手はかなり厄介だぞ。どんな方が相手でもラク様の信頼を得た私の敵ではありませんわ。さあ出てらっしゃいな。マルガリータと佐藤だ。マルガリータさん、姿をお見せなさい。マルガリータと佐藤、戻ってきてくれ。ラク様、一応確認しておきますが、あの方はその何ですか。何って、ワニのマルガリータと佐藤だ。ああ見えて普段は温厚なレディーなんだぞ。なんで学校の飼育場にワニがいるんですか。捨てられてたら放っておけねえだろうが。ワニが捨てられているってどんな状況ですか。ダメだ、完全に怒ってやがる。下手に近づいたら食われちまったりするかもしれねえな。ですがこのまま放っておくわけにもいきませんものね。何か作戦とか、あの方の弱点はないのですか。マルガリータの弱点か。それなら、背中をさすってやれば気持ちよくなっておとなしくなるはずだ。わかりました。ラク様の頭脳と私の勇気で見事事件を解決させましょう。ラク様のためと思えば、ワニさん程度怖くなんかありません。覚悟なさい、マルガリータさん。やっぱり無理ですわ。こっちに来んで。やべえ、このままじゃ橘が、どうすやいい。橘、一人で無茶すんな。協力して背中を押さえるぞ。はい、行くぞ。せーの、おとなしくせんねー。
最後はさすがに死ぬかと思ったな。ええ、生きているのが不思議なくらいですわ。ですが、なんとか全員を小屋に連れ戻すことができましたね。ああ、マジで助かったよ、立花。お前がいてくれてよかった。そんな、私は、ラク様が喜んでくれるなら、どんなことだってしますよ。できれば、今日みたいなことは避けたいですけど。ああ、本当に悪かった。謝らないでください。これでも、ラク様のお役に立てて嬉しいんですから。そうだな。ここは謝るより礼だな。ありがとな、立花。はい、どういたしまして。そんじゃ、飼育係の仕事も終わったし、今日はもう帰ろうぜ。さすがにクタクタだ。そうですね。あら？あ、どうした？急に座り込んで。ほっとしたせいか、腰が抜けてしまいました。おいおい、大丈夫かよ。仕方ありませんわね。本当はラク様と一緒に帰りたかったのですが。本田。はい。で、出た！車を出してちょうだい。わかりました。すぐにこちらに着けますので、しばらくお待ちください。あの人、どこにでも現れるんだな。ええ、そうですわね。いつまでも、どこにでも。ん？本田が戻ってくるまで、少しだけ時間がありそうですわね。ラク様、ちょっとだけ、私とおしゃべりしてくれませんか？なんだかんだで、今日はゆっくりお話しする暇がありませんでしたし。ああ、もちろん構わねえよ。今日は助けてもらってばっかだったしな。どんな話をしましょうか。そうですね、こうやって二人でお話できるだけで、今日はとっても幸せです。ラク様もこうやってお話ししている分には平気ですわ。ですが、お気遣い感謝いたします。日記をつけたら寝ますわ。え？日記の中身？それはもちろん内緒です。そういえば、前から不思議だったのですが、ラク様はなぜ動物に好かれないのでしょう。それは知っておりますわ。はあ、動物たちへ向けてるくらいの愛情を私にも向けてくださればよいのに。申し訳ありません。ラク様の前であくびなど。決してお話が退屈なわけではないのですよ。ただやはり少し疲れてしまったみたいです。いえ、そんな気にしないでください。愛は見返りを求めないものですわ。あ、でもそういえば、一つだけお願いしたいことがあるのですが、聞いてくださいますか。ヒントは、けで始まるあれです。もうラク様ったら、お分かりなのでしょう。けで始まるあれですよ。もうラク様ったら、お分かりなのでしょう。け
で始まるあれですよ。私の気持ちをよく分かってくださっていますね。ではラク様、今日のお礼に私との結婚を。そんなノリでできるわけねえだろうが。あら、ラク様はもっとムードがある場所でプロポーズしたいということですか？それなら仕方ありませんわね。今日のところは我慢しておきます。どんだけポジティブなんだお前は。お嬢様、お車の用意ができました。あら、もうですか？残念。もう少しラク様とのお話を楽しみたかったのですが。ああ、そういや、なんで最初から本田さんを呼ばなかったんだ？お前なら本田さんたちに頼めば動物を捕まえるのだってあっという間だっただろう。それはそうなんですけど、言うなればこれは私の単なるわがままですから。わがまま？ラク様のためにできることは全て自分の力でやりたいんです。自分でやらなければ意味がないですから。そういうもんなのか？ええ、好きな人のために頑張るっていうのはそういうことなんだと私は思います。その好きな人って俺のことなんだよな。微妙に返答はしづらいけど、こいつのこういうまっすぐなところは素直に尊敬するぜ。それではラク様、本日はこれで失礼しますね。ああ、この礼はまたそのうちにな。お礼でしたら結構ですと先ほどから申し上げてますのに。そういうわけにはいかねえよ。これは俺のけじめだ。とりあえず何か困ったことがあったらいつでも俺に言えよ。俺にできる範囲で何とかしてやるからさ。わかりました。ならその時はお願いしますわね。ラクよ、ラクよ。お玉か、やけにご機嫌じゃねえか。実はの、良いものを見つけたのじゃ。良いもの？何見つけたんだ？知りたいか？わらわに教えてほしいのか？いや、別にいいわ。したくてうずうずしておるのじゃ。最初からそう言えよ。で、何を見つけたんだ？デパートで絹のような舌触りのお揚げを見つけたのじゃ。デパート？まさかお前一人で行ったのか？もちろんじゃ。トロフはふわとろーっちゃったぞい。デパ地下の試食コーナーにでも紛れ込んだのか？いろいろ突っ込みたいこともあるが、それでそのお揚げがどうした？あのお揚げをたくさん食べたいのじゃ。なるほど、買ってこいと。ふむ。なんで俺が？わらわが食べたいからじゃ。はぁ、どうせ買わされる流れになりそうだし。わかったよ、週末に買ってきてやる。それでこそわらわの楽じゃ。グッモーニングラグ。なになに、今日は一人なの？なんだよ、悪いか？いやいや、こうやって男同士の濃厚な時間を過ごせるのは実に嬉しいぞ、親友よ。気持ち悪い言い方すんなよ。にゃっ。つうわけで今朝は俺とたっぷり語り合おうぜ。